independence. 独立性についてアンスキアによって作成されたようなリスク評価に不可欠なのは、その結果に利害関係を持つかもしれない人たちから独立しているということです。ここではアンスキアはいくつか失敗があると言えます。まず最初に、その委員のほとんどは経済的に重要な原子力推進プログラムを持つ各国政府の指名制であり、これらの政府がアンスケアに資金を提供しているということです。アンスケアは原子力を持たず、その多くは原子力事故発生時にフォールアウトを受ける可能性がある国々、現在193カ国がいますが、それらを犠牲にし、後援国、現在27カ国ですけれども、の要求に応えているかもしれないという面では、潜在的な利害の不一致があるというのは明らかです。アンスケアはいくつかのソーステームを選べたはずですが、彼らはとりわけ日本原子力研究開発機構が公表した数値を採用しました。つまり JAEA は東京電力あるいは事故の結果に利権を持つ他の機関から独立しているだろうかという疑問が起こってきます。JAEA のソーステームは放射性物質の推定値が最も低いものでした。例えば放射性セシウム137の推定値はとある国際グループの数字の6分の1になっています。最後に最も重大な批判指摘事項を申し上げます。このアンスケアの S は原子放射線の影響に関する国連科学委員会、つまり科学の S を指しているわけです。本来の科学的なレポートであれば、今私が申し上げたものはすべてかなっているはずです。つまりタイムリーであり、透明性があり、包括的で、かつ権利から独立しているものでなければいけません。しかし、アンスケアの報告書は、自ら主張しているような科学的な文章としては、資格を持っていません。公衆衛生の視点からしてみれば、事故の重要性を軽視していると解釈されるところが多く見受けられます。私は自分のこの批判をアンスケアにも公表前に伝えています。ですがアンスケアはいまだにその委員の履歴書や著書リストを公表していません。特に科学的な根拠に欠けているという部分を一つ申し上げたいと思います。というのも、アンスケア自体がプレスリリースのヘッドラインに使っている言葉を見てください。福島での被爆によるがんの増加は予想されない、国連報告書よりとなっています。ですがこの報告書の74ページ目には、事故後1年半の作業員の線量分布が示されています。この資料によりますと、被爆線量が10ミリシーベルトを超える約1万人の作業員の合計線量のおよその推定では、標準的なリスク係数を用いますと約50症例のがんの過剰発生が予測されます。これは1年半という作業期間においてのみ出てくるリスクです。アンスケアは事故後1年目の日本国内の公衆集団線量を1万8000人シーベルトと推定しています。ここから予想されるのは、彼らの生涯の残りの期間において2500から3000のがんの過剰発生が起こるというものです。放射線被曝によるリスクの最良の知見に基づくとすれば、これらは可能性が低いがんではなく予期されるがんです。これらのがんは特定の個人で特定されることはないかもしれません。福島のものと特定されないかもしれませんけれども、確実に発生するはずのがんです。副流煙によるがんを特定できないのと同じような状態になってしまいます。科学的な団体が自らの知見をこのような形で偽って伝えるのは許しがたいことだと感じています。
そして結論について今回の報告書は科学的根拠に基づいたリスク評価の基本的条件を満たしていないと感じています。タイムリーではない、透明性に欠けている、包括的でない、利権から独立していない、したがって科学的と呼ばれるに値しないものです。国連の加盟国の多くは原子力発電所を持っていません。ですが、原子力発電所を持っている国からのフォールアウトの影響を被るわけです。特に気候の状況次第ではそうなってしまいます。そういった国が福島事故の独立した科学的評価を必要としています。私が国連に提言したいのはそういった報告書を委託するということ、そして今のアンスケアの委員会は解体されるべきだと思います。私は今科学界で起きていることにややがっかりしています。細かいことまでを全部言うお時間はありませんけれども、結局科学者のコミュニティは、製薬や原発、タバコ、お砂糖、塩の生成などに魂を売り渡しているわけです。最近ではますます本当にそういった業界と一切のつながりを持っていない科学者を見つけるのは大変です。大学でさえもこういった業界から予算をもらっているわけですよね。で、本当に科学者の卵を産むような大学でさえも、そういう意味では侵されているわけですよね。で、私が今回なぜ来ようと思ったかっていうと、市民による科学者の組織だからなんですね。で、将来は市民科学者っていうのが重要になってくると思います。で、国の機関を頼って公衆衛生を守るのではなく、市民と科学者が独立的に仕事をしていく。もちろん放射能の研究をしている独立した科学者はいます。彼らはアンスケアの報告書作成には関わっていませんけれども、研究もしているし活動もしています。もしマスコミがもっとそういう独立した科学者を取り上げてくれるならば、やっぱり助けになると思います。それはマスコミの役割だと思うんですね。でも主にはやはり市民科学者国際会議、私が週末に出席する市民科学者のシンポジウムもそうですけれども、一番は市民のそういう活動だと思います。